はい、アイランドオクトリーのルカパッドでございます。忍びストライカーやっていきましょう。よろしくお願いいたします。外交防戦攻めらしいです。やっていきましょう。本日は社の方です。前回使った時にね、このフートンナーがね結構遅かったので、設置させておく系の忍術をバシバシ置いておけば相手からすると嫌なのではということで、今回はねそんな感じでかまいたちと、まあ、早朝込みでね使っていきましょう。早朝は別に設置ではないんですけど、結構ね遅くてね誘導が強い系なので、うわー痛い。それも込みでね相手からすると嫌なんじゃないかなということで、よっナイス、フートンダウン、フーあいでででででで、あーそこでそんな頑張って頑張ってかまいたちの術、フートンダウン、早朝そんな早いね、クールタイムはいいですね。痛い、あーそんな大丈夫、結構削ってるの。早朝結構削れてる。うわー死んだー。けどいけん、あーさすがにこれ一発でいった。一人抜けた。いやなかなかいい感じの削りを見せたな。早朝が結構まとまったいいダメージでしたかね。あそうだ、地上でやんないと移動技になんないんだ。じゃあ向こう上げつつ、しかし結構やられている。大抵ギリギリだと4分ぐらいになるから、2分はアドバンテージ稼げてるのでかいですかね。早朝でおぶね、フートンダウン、痛い、早朝、あー遅い遅かったわ。早朝行ってこーい。よーし、オッケー。さあ、あとは向こうですね。ここは上からフートンダウンを落としながら、早朝でいいよ。フートンダウン、いで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 、あ、でもいいとこ。だまいて、いや、いた、やられた。大仕事は使えるけど、これはどっちかっていうなら上げるときに使うかな。どうしよう、これ俺行っても間に合わなさそうなんで、こっちが抜けてるね。さっきよりちょっと辛くなってる可能性は高いな。なのでこれは間に合わないので、上げてできれば人数を揃えてね行きたいですね。早朝、フートンダウンと早朝で相手を動かしていきたい。どうしようかな。使っちゃうかな。見えない。ナイス。なんで俺死んだ今。そんなに下だった何があったのか、タツのお仕事で見えなかったんだが、落ちたのかな。
んか食らった。まあでも2人やって味方2人が攻撃、おお、さすが、いいね、割といい展開なのでは。切られつつ甘い土地クートンダウン、いけね、あぶね、うわー、あぶね、あぶねけどこうダウンだな。あんまり時間使いたくない。あー、やられたか、しょうかね、あげればいけそうだけど、味方2人がどこまで展開できてるかだな。抜けてるのこっちだからね、結構厳しいというか、一人野外で行ったな、上げてる、そこもいい感じにはなってる。俺一人で上げられればだいぶ楽なのかな。で、今のうちに上げちゃって2体やぶね、復活が通常攻撃の全体フレームが割と長いから苦労するぜ。早朝、あー、早朝がそうですか、あれにしちゃうか。いやー厳しい。いやー復帰してくれマジで、なんでこんな復帰しねえんだよ。いやーまずいまずい、よくないな、ここまで来て足場がねえから攻撃がしにくいですね。遠目から動くべきだったかな。包丁が敵に当たってブロックされちゃうのがだいぶきついな。残り30秒、オッケー。しかも奥義溜まってないんですよねこれ。あー、これはこれはいったか、ダメか、マジでか、一発目でいったんすけどね。一人抜けたのがだいぶ響いたのと、なんなら奥義あそこで使うんじゃなかったまであったかな、下手すると。いやー、まあこれはしょうがないっすね。それじゃあもう一ゲームやっていきましょう。はい、やってきました、2戦目です、よろしくお願いいたします。ハタトリか、ハタトリに何するのこの方動けないよな。なので防衛ですかね。あ、でもこの方また取られた後のケアができないんだよな。早朝当てるのもね、なかなか遅いので、通常攻撃といってもな、言うて風トンダも遅いので、そんなにそこまで下に降りる気はなかったけど。いやーマジかー、うおーそんな犯罪ムーブが よしよしよし、いやーやめて、クートンダウン、はぁ、かまいたち早朝どこに落ちたの、
いやー、なんでそこ拾ってんの。総長行ってくれ。かまいたちをしとく。豪華メッキ曲。あー、いてー。よーし、拾えた。俺も一回落ちたいけどな。フートンだ。いやー、拾っとりますね。一人でも置いとくだけで結構ね、攻撃してくれるはあるから、早朝なんか変えても良さそうだけど。いやー、しかも、いや、早朝、旗落としてのナイスだね。いて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 。でいない、ない。あー、取り戻してんのナイスだ。しかしだ、ちょっと攻めに転じないと厳しいっすね。俺は守ることぐらいしかできないので、あ、向こうにちょっかいをかけておくことしかできない。これで少しは余裕が出てくれると助かるけどな。巻物はちょっと敵に譲る形になりそうだけれども、早朝はクールタイムが早いので、おー、そこで地面に当たらないでよ。よし、バリオン突破。そう、向こうに落としすぎなんだよな。これさ、拾うだけ損なんだよな。あぶねえ。あれ、またです。それ拾われて逆方向にいるじゃねえかよ。総長、どこに落ちる。あと一発勝利ないぜ。いいね、素晴らしい。早朝、止めろ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。こっちやられてる以上はあれですね。フートンラインってこい。さあ、こっちもさ、振っとけばさ、ナイスだけど、あー、結局いってんのか。いやー、あ、でもこっちも取ってんのか。ナイス。あ、ナイス。いやー、そっちだ、敵だ。でもいける、ナイス、素晴らしい。いやー、よかったよかった、取ってきてくれたんですね。まあまあまあ、良くも悪くも早朝なんだよな。結構地面に当たることさえなければなって感じなんですよね。だから突き抜ける水流弾みたいに壁とか突き抜けるのはちょっと違う感じもするんで難しいですね。それじゃあ本日の動画は以上で終了です。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。